その女子からのアプローチに対してはディフェンスは弱い方なの？弱いです。あの、学校でそれこそ好きらしいよっていうの全くなかったんですよ。でもさ、この感じでモテないってよっぽど性格に難があるとかって。そう思われちゃうね。おかしいじゃん。おかしい。すごいつまんないのかな。なんかその言葉の裏まで問い詰めれない関係性は嫌ですね。もう。どういうこと？例えばじゃあ一個こう、あ、なんとかいいねって。それいいねっていうのは私は分からないけどって意味とかまで聞けるぐらいこう近くにいないと。だから人が言ってることにそんな意味ってなくて、うん、そうそれが嫌なんでしょ。意味がない。なんかそう、意味がないこと言ってんのも気持ち悪くないですか？何がだから、いや、こうくんこれめっちゃ美味しいねってアイス一緒に食べててさ、それさっき食べたあれよりこっちの方がいい、さっきのはちょっと劣ってたってこととか言わない超めんどくさい。何？